大西洋セミクジラは、哺乳工具定木セミクジラかセミクジラ属に分類されるクジラ類。北、大西洋海域の沿岸部や沖に生息する。季節的な海遊行動を行うとみられ、カキはデービス海峡、デンマーク海峡、ノルウェー海からマサチューセッツ州近海、ビスケー湾など、冬季はフロリダ州やメキシコ湾、ごくごくまだが、ヨーロッパ側などで目撃されている。 ファンディワンやケープコットワンは、大西洋セミクジラを見るチャンスのある、ホエールウォッチングのスポットとして知られている。大西洋東側、ヨーロッパ側の個体群は絶滅したか、それに近い状況に陥っていると考えられる。体長は13から18メートル、ずんぐりとしている。体に対して頭部が大きく、体長の4分の1ほどにもなる。下顎は大きく口は湾曲して、 アーチ型を描いている。若いうちは青みがかった色をしているが徐々に全身が黒っぽくなる。顎や腹部に不定形の白斑がある。背びれや腹の溝はない。頭部などには皮膚が固く拳状になったからィがしばしば見られる。噴気口は2つある。セミクジラ科の特徴としてヒゲクジラの中でも非常に長いクジラヒゲを有する。 クジラヒゲでカヤシ類やオキアミなどの動物プランクトンを腰取って食べるろ化接触者である。ヒゲが長大なことから、流すクジラかと異なり、魚類などはあまり食べないと考えられる。単体もしくは2から3頭程度の小さな集団で回遊する。泳ぎは遅い。V 字型の塩を吹くのが特徴である。海面に踊り上がるようにジャンプするブリーチを行う。 妊娠期間は12から14ヶ月で冬に出産する。近年は本種を対象とした捕鯨は行われていないが、漁業による混格や船舶との衝突により生息数が減少している。2017から2019年に人間による原因で少なくとも30頭が死亡しており、26頭は混格、2頭は船舶との衝突が原因とされる。 1975年のワシントン条約発行時から、セミクジラ属単位で、ワシントン条約付属書愛に掲載されている。2018年における、生息数は409頭と推定され、そのうち生獣は250頭未満と推定されている。捕鯨は9世紀頃から、バスク人によって始まった。ビスケイ湾の沖合に現れたセミクジラを、高台から見張り、小舟で漕ぎ出して、 森でつく沿岸捕鯨である。当時のヨーロッパでは漁獲したセミクジラからのゲ油に対する需要があった。また、芸肉は食用にもなり、特に舌は珍味とされた。クジラのヒゲはコルセットなどに加工された。今日でもクジラを意味するフランス語の単語、バレンはワイヤーや骨という意味に使われている。次第に捕獲海域は大西洋へ拡大され、 1560年代には、ラブラドル沖海域を開発するなど、バスク人の捕鯨は最盛期を迎えた。その後、オランダやイギリスなどが参入して、バスク人の独占状態は崩れ、さらにアメリカなども本州の捕鯨を開始した。捕鯨技術が進歩し、かつ組織的に行われたため、その漁獲はより大規模となった。この乱獲のため、19世紀までに、 個体数が激減した。1937年に関係国の協定で、世界的に捕鯨は禁止となり、現在は保護の対象となっている。近年では航行中の船舶と衝突したり、漁具に絡まったりして死傷する事故が増加している。餌場の環境悪化などもあり、依然として絶滅が危惧されている状況に変わりはない。年平均増加率はおよそ2%と低く。 現在の群れの規模も350頭前後である。また、生息数の激減により起こりうる近親交配、それによる遺伝子多様性の縮小化などによる諸問題も懸念され、1990年代には200年内に絶滅すると予測されていた。また2017年には20年以内の絶滅が予測された。ありがとうございます。